すっごいニュースを持ってきたから絶対に見逃さないでくれ。よっしゃー、楽しみ。さあ、そしてね、先週からスタートした生放送を見てくれた人にだけ当たる3代目 JSOULBROTHERS のデフォルメキャラが活躍するアニメキック&スライドのスペシャルプレゼントゲットチャンスもあるからね、みんな最後までお見逃しなく。さあ、では始めていきますよ。ではまずお頭の気になることを徹底調査しちゃうこのコーナーから、せーの、おはスタートだ。新ステージへ突入いたしました。コータにある挑戦状が届いたんです。こちら。どちら？フリースタイルオハスタ。フリースタイルオハスタ。おい。これまで様々な検定技を成功させてきたコータに、最強のオハトモフリースタイラーから挑戦状が届いた。戦いを挑んできたのは、フリスタ全国大会に出場する上位4名の四天王たち。まず一人目はこのフリースタイラーだ。おはー、おはー、おー、フリースタイラーのリョウです。リョウ、数々の大会で賞を総なめにする足技の達人、まさに最強フリースタイラー。そんなリョウ君からの挑戦コンボ技はこれだ。難しい。そうですね、うまいですね。え、これ一発ですか？一発です。あ、じゃあ練習とかもなしで。あ、なるほど、今の現状を知るってことですね。改めて今回のコンボはこちらの3つの技で構成されているぞ。いや、果たしてコータは成功できるのか。これできたらすごいよ。難しい。3つも技があると頭が、そうそう、頭が追いつかなかったですね、今。あえなくチャレンジ失敗。でも、りょうくん、見てみてどうだったかな。めちゃくちゃ上手だったんですけど、アラクロの息がそんな良くなかったので、もっと練習した方がいいかな。僕も最初はリフティングも全然できなかったんですけど、諦めずに練習したらできるようになったので、コンボもできると思います。わかりました。ということで、来週までに成功できるよう猛特訓スタート。果たして成功できるのか。すごいね、ゆわちゃん、どう見てみて今。やっぱり難しそうだけど、コウタなら絶対できるから。ダーセちゃん、今のやばかったよね。いや、最初の技見た時のコウタのリアクションがマジすぎて、リアルな、リアルな。さあ、小学生視点の超すごかったんだけども、コウタ、やっぱりどうよ、やってみて。いや、でもやっぱ四天王だからすごかったですよね。やっぱ上手いし、やっぱ技も難しいし。そうだね。さあ、コウタにはね、猛特訓をしてもらって、来週もう一度披露してもらいます。さあ、カメラに向かって意気込みお願いします。はい、一発勝負ですけど絶対に成功させます。はい、オッケー、頑張ってちょうだい、はい、さあ、では続いては重大発表があるこのコーナーだ。連鎖革命チェーンチャレンジ。先週登場したスターターセットプラスオメガの新パーツを使った高発作オリジナル高難易度コースに挑戦中。金曜は2台のチェーンカーを発射させるサイクロントリックロードを攻略。さらに火曜はより高難易度なブーメランチンクロスロードを見事攻略し、オハどものチェーンレンサー熱爆上がり中。今日はそんなオハどものためにマスター相馬が超重大発表を持ってきてくれたぞ。今から走るチェインレンサーに注目してください。それではチェインゴーの掛け声でいきますよ。せーの、チェインゴー。スタートしました、注目しててね。
チェインレンサーとおはスタがコラボだ。おはスタカップひらめきチェインコンテストの開催が決定だ。応募は今日から開催だ。君だけのオリジナルコースを作って応募してくれ。はい、それはこちらにご注目。ルールは30秒以内にゴールできるコースを作って動画を撮って送ること。コースの撮り方は自由、自分なりにかっこよく撮ってくれよな。そしてコースの評価ポイントは全部で5つだ、うん、チャレンジ精神にあふれるハート、思わず胸が熱くなるアクション、連鎖をつないでゴールを目指せ IPU、 各パーツのギミックを生かそう。そしてニュー、まだ誰も見たことがない技に挑戦してくれ。なるほど、はい、いや5つですよこれ。あ、面白そう。お兄ちゃんどう、これすごい頭文字でチェーンってなってんだね。考えたな。あ気づいた。さあ気づいたよ。そうなんですよ、僕が一番に気づいた。みんなチェーンにね挑戦してみてください。さらにね、今200名のおはともにチェーンレンサーが当たるチャンスです。ゲットして大会に応募してくれよな。チャンスや。そして最優秀賞に選ばれると、なんと世界に一つだけ豪華ゴールドチェーンレンサーをプレゼントだ。そして本日登場のコロライチ9月号では最新パーツの特集記事があるよ。大会の参考にしてね。いや楽しみ。他にもポケモンメガスタやマジカパーティーの実物付録もついていて盛りだくさん。学校が終わったら本屋さんに行こう。さあ、おはともみんな、この夏君だけの人格名を起こそうぜ。はい、ということで続いてはこのコーナー、なんとね、しっかり開けて。おじさん、今日解決するナンプルはこちら。アニメ新カリオンセットにフルに現れる、これは一体どういうこと。私、辻元アニメ新カリオンセットの中で本人役として登場しますよ。素晴らしい。おいしょ、素晴らしい。おはようございます。おはようのみんなにどうしても早く見せたかったんで、今日は特別にイラスト持ってきました。こちら。持ち前の明るさを存分に発揮しています。自分で。そして電車は明るいな。謎に包まれた闇の新幹線がなんと新カリオンに変形。新たちと熱いバトルを繰り広げるので、絶対に見逃さないでください。そしてこの後は7月28日に CD が登場する新カリオンセットの追加ニルチャレンジャーのスペシャルパフォーマンスをするぞ。おー、みんな一緒にセットダンスを踊ろう。めちゃくちゃ明るいぜ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。断トツの面白さコロコロ一番、今月はメタスタ、フロクタルのメタグロスにポケモンカードアップリュー、さらにマジカパーティーもコロコロ市場9月号発売中。ポケモンファン特別付録はポケモンメタスタスペシャルタグレックウザ、メタスタスーパータッグ1弾のミニベスタスにピカチュウとポッチャマのラバースラップもポケモンファン第74号好評発売中。宝トミー、スーパーシンスヘイリー、ビビッシュセット、ひらめきパワーズ、ひらパンチェンジデラックス、ひらぴかひめにゃんも、ゲーム20周年。 Hi everyone, are you enjoying Duel Masters? 20の戦略を使いこなせ Duel Masters 20th Anniversary 英雄戦略 Perfect 20。 はからトミー。それではボイス&メンでニューチャレンジャーです。どうぞ出発進行。Thank you.
する松丸くんたち、女王もっちが遊園地を出たという情報をゲットして追いかけるのであった。早いとこ僕たちも遊園地を出て女王もっちを見つけ出さないと。お前はレオザッチ、組み立てタイプの謎もんだ。このタイプの謎解きが解ければ裁判官に向いているかもしれないよ。裁判官に問題が出てくるよ。1から4のコインの中で一枚だけ重さが違う偽物があるって。みんな力を貸して。わかった。よし、おはどものみんなも一緒に考えよう。偽物3と4のコインは同じ重さだから、そうだよ、ね、どちらも本物だね。はいはい、本物のコインと重さが違うのはどれだろう。重さが違う。さあ選択の時だ。さあ二択になったよ。ハドも残り時間わずか。みんなの答えが揃ったね。これは3番と4番は釣り合っているから同じ重さのコイン、はいはい、だから両方本物だ。ということは下の天秤を見るとその3番よりも2番の方が軽い。つまり2番だけが軽いから偽物のコインは2番だ。おーよし、謎解きクリア。え、5つのアトラクションで遊ばないと遊園地から出れないの。天才。ありがとう。観覧車とお化け屋敷には行ったからあと3つか。遊園地を出るには5つのアトラクションで遊ばないといけない。残りは3つ。早く行こう。まもなくピックエンドスライドのプレゼントゲットチャンス。超お兄ちゃんは漏れません。モーニングローリー、朝の光の中で始まる。まるで太陽みたいで、いつだって君とグッデスもらえばグッデス。ドラマ、ガルガク、ガールズガーデン、エンディングテーマ、グッデス、配信中。君たちに原宿をプロデュースしてもらう。原宿をプロデュース。甘いって言ってるの。できないと解散しなきゃいけないんです。共に頑張りましょう。私地球人でガールズガールズなんだから。原宿は世界に流行を発信できるポテンシャルを持った街です。僕でも変われるかな。原宿の雑誌を作るとしたらどんな名前にしたい。はい、ガールズガーデン。お兄ちゃん何してんの。あ、すごい、コロさん見た。今日のアニメで重要やって言ってます。めちゃめちゃ気持ち悪いです。それじゃあそばにお天気よろしく。はいはい、今日のお天気お伝えします。那覇は激しい雨の降る時間があり風が吹き荒れるでしょう。その他は夏空が広がりそうです。各地で激しい暑さが続き、予想最高気温は大阪で36度、東京は34度まで上がるでしょう。以上お天気でした。この後はキッキンスライ。まだ漏れませんね。まだいい。バイタルブレス、自分のバイタルでモンスターを育成、進化、そしてバトル。
さあ新たな遊びを身につけよう。バイタルブレスデジタルモンスター、メモリーカードで遊びが広がる。釣りグミにチャレンジ。トレーからグミの魚を釣り上げろ。グミが切れたろ、ゲームオーバー。ください。ギャギャッと釣りグミお菓子売りまで。こっちもね。卵、ご飯にチャーハンの素、ガッツ炒めるだけ。このうまさは、おい、チャーハンだよ。チャーハンのポットなら長谷に、うまい。ハマグリの美味しさをぎゅーっと、日本の味、ハマ水。日本に生まれて本当に良かった。ハマグリの味、お吸い物。チェインレンサーミッション全行。連続高速変形、すべてのミッションをクリアせよ。チェインレンサースターターセットデラックス。君はもう体験したか。全行。連続高速変形を、すべてのミッションをクリアせよ。チェインレンサースターターセットプラスオメガ、続々登場。メガトイズ。いや、朝ダメだと思います。これいいですか、終わったぞ。これいいですか。いや、面白いよ。いいと思う。面白いよ。ということで、ここからは3代目ティーンソウルブラザーズのデフォルメキャラが活躍するアニメキック&スライドの時間だ。今週もアニメの後にプレゼントのゲットチャンスがあるよ。それではみんなで、せーの、キック&スライド。さあ、ここからはプレゼントのゲットチャンスだ。今からみなみとお兄ちゃんがポーズを取るので、その画面を撮影してツイッターにアップしてください。応募締め切りは朝の8時まで。いい、みんなカメラの準備してね。このテレビの画面を撮るんだぜ。さあ、アップするときは今出ているこの文字も一緒にタグ付けしてくれよな。さあ、というわけでカメラの準備いいですか。いきましょう。制限時間は5秒。せーの、おはつらくだい。さあ、いくよ。5秒前、4、3、2、1。 OK、 OK、 終了。さあ、撮った写真を今出ている文字をタグ付けして、朝の8時までアップしてちょうだい。そしてスペシャルプレゼントはこちら。こちら、キック&スライドの T シャツ。こちらの T シャツに水曜メンバーのサインを入れて、抽選で1名様にプレゼントします。さあ、てなわけで、アセちゃん、ちゃんと撮れた？ちゃんと撮ろうと思ったんやけど、もう画面がバキバキすぎてあんま撮れなかったんだよ。この T シャツすごいね。さあ、てなわけで今日も元気にいってみよう。 See you tomorrow。 良い一日を。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今日も元気いっぱい。私も元気いっぱい。私も元気いっぱい。俺たちだって負けないよ。キンダーテレビ、元気がいっぱいのテレビです。僕らは仲良し、ぴったんこ、ペロタカーナ、イエイ。おいしかった。ありがとう、猫くん。お安い子ようさん。広さはなかなかのものですね。ジメジメしているのがマイナスですが。お、なんだ、うん、ああ、これは失礼。僕は宿なしの宿狩りです。宿なしって家がないってこと？普通宿狩りは貝殻のお家に住んでるよね。ちょっと、貝殻の家なんて普通すぎるでしょ。僕はもっとすごい家に住みたいんです。そういうことなら協力するよ。僕たちがいいお家を探してあげるよ。ガラスの瓶だよ。それは空き瓶だよ。スケスケの家だよ。おしゃれだろ、うん、おしゃれ。どれ、ほほう、確かにおしゃれで見た目より丈夫そうです。よかったよかった、これで解決だね。いいえ、これじゃ僕のプライベートが丸見えじゃないですか。うん、確かに。これならどう？バケツだね。おお、とても広いですね。これなら友達をたくさん呼んでみんなで遊べるよ。確かにそうですが、重くて浮いてません。あちゃー、これならどう？おお、これジョーロって言うんだ。これは面白い形ですね。どうどう
はどんな感じですか？いい湯ですね。おい、何これ、お人形の顔のとこ。ちょっと、どうですか？どうって言われても。もう普通に貝殻のお家でいいんじゃないの？これなんかどう？いや、僕は絶対すごい家に。ん？お！じゃあこの貝は海に戻してくるね。待って、いや、やっぱり貝殻が一番ですね。なんだそれ。